ろって言ったのに。お人よしね。大事な喉を傷物にされたくないんだろ。おとなしくしてろ。逃げずにまんまとこんな場所まで来るとはな。歌姫様にも無理言ってお越しいただいた甲斐があったぜ。確定だな。2匹のネズミはなんとお仲間同士だったわけだ。こいつは背景が興味深いが、その前にだ。裏切り者の分際で何度も俺の顔に泥を塗りやがって、お前だけは痛い目見させなきゃ気が済まねえ。エクト来い。ヘクトってまさかそれあんたが飼ってた犬？あんたの言いつけで変身したってこと？こんなに強化が進んだ動物をずっと手なずけてたなんて。グローデル、あんたこんなすごい才能なんで隠してんのよ。人質なんて卑怯な真似。ああ、バカにしてんのか。わかってんだ。どうせ俺はルサントなのにガタイも力もない。だったら無様でも小技でのし上がるしかねえだろうが。ブザマって、生意気な奴らに分からせてやれ。使えるべき相手はこの俺だけだってことをな。ルイといい、どいつもこいつも両頭越しに飛び越えていきやがって、ずっと目障りだったが、それも今日までだ。お前らを献上して、いずれは天下も俺が取ってやる。哀れね、あんた。黙れと言ったろうが。行け、ヘクター。動くんじゃねえ、そこの妖精もだ。お仲間がどうなってもいいのか。どうしよう、とにかく今は耐えるしか。下手に動いたらチョコが。いい様だな、ネズミには似合いだぜ。やれ、エクト。何か手はないの？どうだ、俺が王だ。飼い犬だけに戦わせて恥ずかしい男。相手は一人なのよ。正々堂々決闘で勝ってみせなさいよ。決闘？決闘か、いいね、やろうじゃねえか。俺はグローデル、この国の王になる男だ。さあ名乗れガキ。この国を救おうとするものだ。嫌に簡単に解放したわね。忘れた？腐ってもあいつは上位の候補者。こっちと違って例の魔法で守られてるのよ。そういうこった。人質なんて単におびき出すためさ。俺はもともと一方的にお前らをいたぶれるんだよ。だがそうだな、ジュナ、俺につくならお前だけは救ってやってもいい。こびるなら俺にしとけよ。俺はいずれルイをも超える男だからな。願い下げよ、このジュアニ・シグナス。誰が相手だろうと、人生を他人に任せたことなんか一秒だってないわ。
ってる。加勢する。最初に見た時から気になってたの、あなたの力。あれ、アーキタイプってやつでしょ。そうなのね。驚いた。使い手が実在するなんて。姉さんでも無理だったのに。けど、この目で実物を何度も見たから、私、再現できるかも。なるほど。何時、憂いを抱けるためにと。あなたは、初めから別れを胸に秘めている人。ならば、恐れも不安もあなたの光。何時、王道を照らす輝ける星よ。目覚めなさい。見て、念じる。これは私の、天使の才能なんだから。これが歌にかける私の覚悟よ。何？ガキと同じ力を。くそ、歌うたいが。歌うたいをなめないで。一曲を歌うことは一回の人生。私は歌の持つ力に生涯全部かけてるの。ろくにかける度胸もない察した。覚悟の違いを教えてあげるわ。やれ、食い殺せ、二人まとめてだ。なるほど、これがアーキタイプの力。しかも仮面を変えれば何者にもなれるか。私らしい。ちょうどいいわ。あなたの力も借りるわね。ただ真似でできることじゃない。あなたこの力のこと知ってるの？まあ昔ちょっとね。さて、散々好き勝手してくれて覚悟はできてるんでしょうね。うるせえ、うるせえんだよ。俺が直にぶっ潰してやる。決闘だ。まとめて葬ってやる。加減はしない。とどろけ。頼むぞ、ヘクトー。やっ、食らいな。マスクのダンサー、大技、いくわよ。苦しいわよ。いいわよ、ジュナ。敵に弱点を追加したわ。頼むぞ、ヘッド。この力で炎よ。ダンダン、甘く見この力で燃えなさい。弱点に裏切り者はしねえ。加減はしない。一緒に行こう。やっちゃいなさい。氷よ。
むぞ、エクト。マスクドダンサー吹き荒れろ。ごめん、甘かった。俺は行くぞ。未来の王だ。燃えろ。頼むぞ、ヘッド。ごめんなさいね、ジュナ。マスクのダンサー熱風。助けてくれ。悪くないな、いい手応えだ。俺の負けだ。忍び込んだ件は言わない。だから頼む、命だけは。どうする、助けたって完全にバラすでしょこいつ。けど死なせると説明が厄介だわ。取引で済ませた方が。バカが。かかってね。うぐぐ。なぜだとはなってる。負けるか。俺は未来の王。死んだ？今度はこっちが守られたの？なんで？何なんだ、お前らの仕業か？違う、向こうから襲ってきたの。そしたらあいつが王の魔法ってので勝手に。本当なんすか？こいつルイ様の資質に忍び込んでたのよ。凱旋者が飛んだのを利用して外から入ったみたい。そうだよ、なんでいきなり飛んだんすか？びっくりしましたよ俺ら。それは、その、私がちょっぴり無理だっていうか。だって、ブライハーベンよ、夜景見たいじゃない。マジかこの人。とにかく、そしたらグローデルが襲いかかってきて、そこを彼が助けてくれたの。そうよね。はい、危ないところでした。本当本当。なんてこった。ジュナさん、災難でしたね。待てよ、お前夜会にいたはずだよね。こんな場所まで駆けつけたとかおかしいでしょ。私の話信じられないの？それって私も疑ってるって意味になるけど。それは、いやけど。ネズミってグローデルのことだったのかもな。裏切り者が入り込んでるってルイ様が。俺らそのネズミ取りに来たんすよ。そうなら早く報告すべきでしょ。夜会に戻らない？ジュナさん、喉治ったんすか？え、ああ、彼に治療してもらったからいい感じに。手厚い看護でね。手厚い看護？もうちょっと早く来てたらあなたに頼んでたかも。別に何も思ってないっす。とにかく早く報告しなくちゃでしょ。ここは見張りに任せて行くわよ。うわ、めちゃくちゃ睨んでる。怖っ。ではネズミの正体はグローデルだ。すでに息絶えたと。ええ、
残念だ。夜会を抜け出した配下はグローデルとこいつの2人だけです。グローデルが悪さしてたのもジュナさんとこいつが防いだ。またはその逆か。確かに死人に口なし。他には誰も現場を見ていません。ちょっとあんたね。だけど奴は上位の候補者で王の魔法に守られていたはず。証言通り奴の方から襲いかかって自滅したとしたら、こいつの王の魔法が矛盾はない。宣告報告があった。例の顔石にお前の顔が現れたそうだ。首の剣痛く民に響いたようだな。おお、すげえな後輩。それでグローデルに魔法が。グローデルの目的は何だ。何を探っていた。わからないわ。聞き出すどころじゃなくて。王殿あたりが送り込んだんすかね。それはない。あいつは競技会が始まって早々総兵団のギドと戦ってる。それも誰も見てないような場所で。まあいい。王殿が育てた競技会の熱狂、この手でそのまま奪い取ってみせよう。お前たちにはこれから我が手足となって働いてもらう。承知しました。フォーデンが次の課題を何にしてくるか見ものだな。それまでこの町に待機していろ。下がっていい。ねえ、グローデルに代わって私が出歩く時の送迎係、彼にしてもいいかしら。本気っすか。おかしい。だって凱旋者持ってるのよ。そうだ、今から見に行ってこようかしら。好きにさせておけ。兄貴、浮かない顔だな。グローデルが野心家だからってルイ様の部屋を荒らすか。あいつに何の得がある。よし。お邪魔するわ。自己紹介は必要ないわよね。何？私のことまだ話してないの？いや、私だって何も聞いてないし。その仲間と思っていいのか。ああ、いや、同じルイ様の陣営だが、なんというか。ルイの部屋にいた目的はそちらと同じよ。っていうか、本当に一度も聞いたことない？まさか、グライアスが言ってた他の工作員ってのがあなたなの？グライアス、その人、大聖堂で亡くなった人？ごめんなさい、もう一人が誰なのかは秘密厳守で知らなくて。けど、目的は理解してる。王子殿下の呪いは普通の方法じゃ解けない。術者を殺すか、または術式の図面を手に入れるか。なるほど。殺す係がグライアス、手に入れる係があんたか。両面作戦だったわけだな。王の魔法でルイが殺せなくなった時から誰か接触しに来るかもって心の準備はしてたわ。けどまさか私よりも若い子が来るとはね。大事な伝令に妖精を使うことがあるからってガリカの名前を教わってなかったら気づけないところだった。驚いたのはこっちよ。まさか歌姫様が同志なんて。それにてっきりあなたってなんていうかルイのルイの女かもって。あんなおっかない男の資質盗み以外で入らないわ。それにああ見えてルイは私の歌声を気に入ってそばに置いてるの。それを濁らせるような無粋はしてこない。事情はまあ飲み込めたが、随分と危険な副業だな。名声があるだろうになぜそこまでする。
最初は偶然ね。私、要人といることが多いから、組織の人が密偵してる現場に居合わせちゃったの。まさか脅されて無理やりか。え？逆逆、私の方から志願したの。だって運命的じゃない。必要な刺激だと思ったのよ。歌い手として本物になるために、組織にとってもルイの懐へ自然に入り込める人材なんてそうはいないし、利害が一致したみたい。芸の肥やしとは肩書きにたがわぬ度胸だな。何かに命を懸けるってそういうことでしょ。外野からは馬鹿げたバクトに見えるものよ、あなたたちと同じ。ちげえね。国中がジョーちゃんの歌に惹かれるわけが分かった気がするぜ。ま、半分は生まれのせいかも。ニリア族の娘が一人で世界に飛び出すなんて度胸くらいなきゃって言っても分かんないか。とにかく歌は私のすべて。聖教にお呼ばれしてどんな名誉をいただくより、誰かの魂を震わす歌を歌っていたいの。ま、そういうわけだから、私今後もバレない限りはルイと今の距離感を続けるつもり。いいかしら、隊長。むしろ頼もしいかな。やっぱり話せる男だわ。これから仲間ね、よろしく。ドキドキね。ちょっと予想外すぎたけど、頼れそうな仲間が増えたね。はじめは無茶な旅って思ってたけど、ここまでは上出来。私も頑張って協力する。絶対やり遂げましょう。気合い入れ直さなきゃ。頑張りましょう。